はいはい。今日は最近入れたアプリを紹介したいと思います。これ合わない、これかな、見えないね。じゃん、こんなアプリを入れてみました。カタカナでトツキトウカって入れると出てきます。なんかこれ赤ちゃんなんですけど、あと何日で生まれるよとか、あと旦那と一緒にできるんです。だからうちの人はすごい反応が薄いんです、なんか全体的にそうで、私のちょっと具合悪いのも全然何もない、なんて言うんだろううん、あんまり喜びもなんか薄いだからね、喜んでくれてるとは思うんですけど、そうだからね、いろいろ分かってもらうためにこうシェアできます、旦那と。そうで、日記もママ用とパパ用のがあって、お互い書いたのが売れます。と、あとはね、何かな、診察の予定日入れれたり、ママの体調入れれたり、なんか通話、今日は通話とか、なんかいろいろ便秘とかいろいろ選べます。なんかね、いろいろあって面白い。で、何よりもこの今赤ちゃんがどんな感じとかが分かるから、なんか楽しいです入れてみました。あとね、もちろんこういう、なんだろう、写真も入れれるし、それともう一個入れたのがエコーフレームっていうの入れました。でね、さっき作ってみたの、かわいいでしょこんな感じでなんか結構いろいろフレームが選べて、でカチャって撮ってすぐ作れますそう、だからこれ、もしかしたらこれを印刷して親にサプライズしようかなとか今考えてます。いろいろこんな感じで面白そうなアプリを最近こう探しながら見てます。ぜひぜひ面白いのでやってみてください。じゃあまたなんか面白いの見つけたら報告します。バイバーイ、バイバーイ バイバイ